やっぱ昨日飲みすぎたかな。めちゃくちゃ気分悪いな。でもこのまま撮影するのもあれだしな。気分が悪い気分が悪い気分が悪い。昨日から置いてあるこのお茶でも飲むか。はない、死んでいる。誰が犯人だ。ん、あいつはなんだ。チェリー、お前がやったのか。相棒だと思っていたのに。行ってしまえ。ポンポン、今日のご飯は人肉サラダ。レンファです。死者蘇生しました。蘇生しました。死者蘇生。はい。ということで本日の企画は、自宅したら殺人現場になってる時イエーっていう寸劇をしていきたいと思います、はい、なので、あなたは死体役さんです。はい、よろしくな。はい、死体になりたかったから嬉しい。私このドッキリめっちゃねやりたくて、ずっと。マジで。そう、でもさ、リアルな方じゃないじゃん、うん、今回って、うん、もう寸劇やん、うちらの、うん、めちゃくちゃにしようぜ。しようぜ。どうでした、チーン吐くのとか。めっちゃうまかった。あ、本当に。多分みんなえっってなったとこで、相手がパトカー走らせたから、あってなったと思う。あまあそんなね、ちょっと不安が残る2人でですが、頑張ろう頑張ろう。マジでいい感じにしよう。いい感じに。ソルちゃんにかかってるからね、うち喋れないから下。あ、そうじゃん。そうだよ。え、でもまだなんかね、はるかとかつぼやん。まあ、うん、下向いてやるわ。そうしたらせっかくさ顔色悪くしたのにさ、下向くの。確かに。え、そう、あの死体役のために唇の色を消してるんですよ、うん、私。だから我慢して上向いてもらって、ちょ、無になるね。うん、無になって。OK、 じゃあやっていってもらいたいと思います。でもその前にお知らせがあります。6月16日代官山ユニットさんにてワンマンライブがあります。イエーイ。幸福無料という名のライブですので、絶対概要欄からチケット取ってきてください。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。はい、では作っていきましょう。って何持ってんの？あなたほんまに死んでるやん。ほんまに死んでる。死因二日酔い。なんかどっかに転がしとこうよ、これ。そう、これ転がして、これを飲んで、お茶を飲んで最後に鍛えたっていう徹底にします。やばすぎる。じゃあ作っていこっか。うん、いい感じ。いい感じ。やばい。え、何型するじゃん。私 A 型。私も A 型。あれ A 型、あれ、ちょっと待って、A 型とは思えないね。 A 型二人。やばやばいって。まあでもちょっと乱立の方がさ、あ、確かに自分現場っぽい。そう、あとこれペーペーペーしなきゃね。マーキング。あ、これも引かなあかんな。そう、あ、これを引っこう。じゃあ、え、かわいい。これ上からとかでもいいよ。あー、確かに完璧。できた。イエーイ。じゃあ枠を変えていこう。はい、母さんここから動けないよ。あ、嘘。いくよ。はい。いや、緊張するな。結構細かいとこまで書くんですよ。すごい、初めて型を取られている私。でもさ、実際考えたら怖くない？次第にさ、こんなんする。確かに。できましたー、完成。事件現場できたよ。母さんちょっと動けないから、これからこの村宅でお届けいたします。はい、じゃあターゲットを持っていきましょう。何してんの？どうしたの？何？危ないです。気をつけてください。この近くに犯人が住んでると思いますので。犯人？何言ってんの？ちょっと入れ、ちょっと入れ。あ、はい、入れ。今日なんかそう、はい、入れてたくさん入ってる。あ、鑑識来てくれましたか？待ってました。あ、やばい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 、かもしれない。外すな、外すな。待って、これできたんだ。やめてください、やめてください。ちょっと、ちょっとあなた、何言ってんの？鑑識、鑑識。うわー、なにこだ。あんたが、すげえ目開いてる。え、死んでるから、死体は見物じゃないですよ。どういうこと？ちょっと、ちょっと、何？早く、何これ、ちょっと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 、引っかかった。ねえ、どうしたらいいのこれ。お前が犯人だろ。お前が、うわー。母さんの邪魔をしないでください。ほらね、目乾いてきた、目乾いてるんだ。びっくりとしたけど今。いい、いい足だね。カンスキー、ちょっと止めてください、この。だめ、こいつが犯人でいいじゃん。この、こいつやばいです。あなた、警察しっかりして。そんなやばいって、怖
と下に合わせるけど、ちょっと待ってください待ってめっちゃダサいんだけどパンツどんなパンツ、どんなやつ、あーほんまや、おじちゃんのパンツみたいな履いてるなんか私のおじいちゃんこんなん履いてるダサいやん、知らせやん、やっとレンバのこといじめれる、イエーイ、死んだぞ、やっと死んだぞ、ちょっと待って、死んだ、2日目なんですよ、検査結果によると多分ウコン飲んで2日目のところお茶に毒でも盛られてたんですよね、そういうことだ、2日目関係ねえじゃん、お茶に毒が入ったとかな、やばい、それには毒が、どう、死んだ、死ぬ、毒が、う、あ、あ、毒、毒が、あ、あ、やばい、事件です、事件です、事件です、やだー、警察庁どうしますか、やばい、やだもん、お前も死ね、なんで、あ、こ、来た、来て、あー、やばい、来たー、ということで、本日の企画は、企画したら事件現場になってるとき、イエーイ、いつまで死んでんねん、下打ちされたから許さない。1個だけ言わせてるうちさ、この大事だとちょっと乳首が出てんのね。それをさ、ダイレクトにさ、この人がさっき くすぐろうとしてやった時は本当にあーって最悪だった、最悪だった、ほんまに、しかもあなたあっちにカメラあるから背中向いてるわよ、背中ですよ、よくも荒らしてくれたわね、なったのこれはマジで、いやなんかやっと下になったか思われた、すっきり回されたでも下になった人にあの揉んでるからね、やばいえ、これ何1本の鈍感なの、そうだよ、やばい、うちプライベートだと思ってたんだ、すごいプライベートでしたらなんかふざけてるだけかと思ってた、違うよ違うよ、めっちゃ下やって頑張ってるんだからね、頑張ってた、目開けて、あ、目カッピライトだ、でもそれカラコン取ってあげようかと思ってえ、マジで感じたその時だけあなたたち、はい、もう牢屋に入りなさい、殺して牢屋に行かなきゃいけない、確かに殺されて、あ、次がいるってこと、あ、そう、それは枕ないでください、あとちょっとそれ、ちょっと戻してから帰って、マジかよ、そんなこともしたって言ってない、すいませんね、ハサ、あのここから動くと同じ体勢に戻れなくなってしまうので、そうだよ、なるほどね、そうだよ、え、これもいいよ、え、切った方がよくない、これもう試験現場っぽいよ、大丈夫、大丈夫、なんでもありじゃん、そうだよ、ありがとうございます、じゃあねー、バイバーイ、ボーボー、下に行ってします、ドライアイには気をつけない、絶対なる、はい、今のなんか結構グラっちゃった、だからもっとしっかりした警察になれるように今回は奈良の女優を憑依させます、奈良の名女優ソルトになってください、任してください、奈良の名女優ソルトになるので絶対最強の警官になるよ、でじゃああれ前々とはるかを待っていきましょう、死んでますね、死亡時刻3分前ですね、どうしてこんなことになったんだ、ちょっと待ってやれよか、死亡見るためのサングラスいるなうわっ、こんなことに、なんだこの埃は、白色の服なのか、ちょっと何言ってるか分かんないもん、白の服着てるやつが犯人なのか、これはむむ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 む、お前はなんだ、いいっすか入っても、あ、入れ、あ、入れ、はい、入れ、はい、あ、死ぬ、触ってもいいんですかね、触らないでください、視界ですので気をつけてください、ちょっと待ってくれ、む、この白いやつ、白、白、あんたら犯人じゃないのか、ほど怪しい、おい、囚人じゃないか、おーい、待ってだ、囚人じゃないか、手を挙げろ、あの、私知ってます、知ってます、誰、犯人知ってます、誰だ、知り合いなんです、これ、あ、知り合い、あ、知り合いなのか、お前も知り合いなの、知り合い、知り合いです、あいつは嘘ついてます、こっちのことを信じてください、あの3人であの遊び約束してたんですけど、はい、待ち合わせに次回になってもこの2人来なかったんですよ、はい、で連絡もつかなくてやってます、やってないです、怪しいぞ、違います、あの、はい、男探しに一緒に行ってました、そのいやでも聞いてください、遊びに行く約束したのに男を探しに行くとおかしくないですか、あ、確かにさ、男探しに行って、とりあえずやったら男を探しに行って、その後あのこちらのね、うん、一緒に行こうっていう、いや違います、あの私は一緒に行こうは言ってません、私は普通にずっと待ってました、来ないから殺したんだな、あ、うん、ってもらえない、あ、お前はバカか、あってもらえる、殺せるわけないだろう、聞いてください、
ないです。はい、私がいてます。なんか男取られたらしいです。こんなの取られた。逆です。こっちですそれ。え、じゃあうちの優秀犬に見てもらおう。何優秀犬？優秀犬。バンダ、来い。おい、誰が犯人だ。マイマイだ。こいつあなたが待ってる。マイマイが殺してる。マイマイの方向いてるだろう。違うんですよこれ。あ、向いてるけど目はこっち向いてるんだよ。え、あのお茶とかは何なんですか？ちょっと、あのパンシロンを飲んで、はい、お茶を飲んで死んだんです。え、これパンシロンって何ですか？使える薬。あ、聞いてください。はい、はるかは言えます。あの、これ絶対マイマイが犯人って言える自信があります。なんでかっていうと、マイマイとレンファはなんか飲んで二日酔いになったんですよ。これやめてくれ。二日酔いになったんですよ。やってました。そんなやつやな。だってね、飲めるからね、二人とも。私は確かにこのやつを飲みたかった。だから取り合いになったんだな。この二人は結構年だから、年すぎて次の日撮影に響くからって言って、でもあったしかなくて、この薬が。何歳か見てやってくれ。30近い。結構年いってんな。結構年いってんめっちゃ減ってきます。生きてません。いや、死んでます、死んでます。で、あの、その取り合ってたね、このパンシロンを。いや、でも私はあの、この人の方がおばあさんだから、あの、大丈夫かなと思って。ちなみにこの人は何歳だ？30手前ですね。おぉ。呪文をかけてダイイングメッセージを残してもらおう。時を戻れー。次魔法をかける。あれ、いや、わかんない。これはいねえよ。いねえよ。誰だよ。いねえよ。誰だよ。ここで H になって A になってるから。魔法だー。はるかの歯だ。 H と A だ。はい、はるかやってんな。やってんな。やってない。ちょっとお前を警察にしてやる。ありがとうな。おかしい。取り押さえろ。ちょっと、バスと耐える。ちょっと取り押さえるんだ。ねえ、ほら、帰ってる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 。何を書いてるんだ。なんだこれは。なんだこれ。もらえそう。こいつ漏れそうなんだ。早くネタバレしないと。多分漏らしますよこいつ。大丈夫。早く。やばい、やばい。早くしないと。多分漏れます。これまだ我慢させて。まだ続けるんですか。漏らされたら困りますけど。あんた逃げようとしてるんだろ。はい、この人が犯人です。私は知ってます。こっちに立ってもらおうか。ちょっと本当に何分もう。お尻つきなさい。はい。
みんな面白いなとか、あのこういう遊びしてみたいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。お願いします。明日の動画も見てください。バイバーイ。